皆さんこんにちは。写真家の西川隆史です。本日は桜写真の悩みを老言動で解決ということでお話しさせていただきます。どうかよろしくお願いします。最初に私のプロフィールから紹介させていただきます。私は1965年生まれで、奈良県を初戦に活動しています。この名前は海外にもよく出かけていたのですが、現在は1年の半分ほど国内を回り、 色彩と同型にこだわり、記録に残る作品作りを心がけて撮影しています。それでは私の作品からいくつかご紹介したいと思います。これは長崎県諫早市の白木峰高原の桜と菜の花です。有明海や雲仙岳がのどめ、朝日や天の川と一緒に撮影するので近年人気の場所ですが、 雨の日は定期的に霧に包まれるので雨の日もまたおすすめです。次は大分県別府市の南立石公園から見た鶴見岳と桜です。青空だと山も桜もとても生えて綺麗です。次は宮崎県西都市の埼登原古墳群に咲く桜と菜の花です。なかなかスケール感のあるところでとてもおすすめです。 次は山口県岩国市の金太橋と桜を朝焼けの時間帯に撮影したものです。橋の上を歩く人をワンポイントにしてみました。次は広島県小野道市の千光寺公園の展望台から望む夕景と桜です。夕焼けとライトアップの明るさが揃う時間帯はわずかなので、撮影する時間帯がとても大切です。 次は香川県三豊市の潮出山の桜です。夕日の沈む方向は外れるのですが、夕焼けの車光に照らされた桜はとても綺麗です。次は高知県仁大戸川町の氷炭桜です。こちらも夕方の光で撮影しています。次は愛媛県今治市の博多島にある 平山公園の桜と朝日です。桜と朝日ではかなり明暗差があるので、ハーフ ND フィルターを使い撮影していますが、老眼同時もさらに明暗差を調整しています。次は京都府稲町の船と桜の夜景です。桜のライトアップがグリーンっぽくなってしまうので、老眼同時に色合いを調整しています。 次は、京都府京丹後市の丹後松島の桜と朝日です。この写真も桜と朝日ではかなり明暗差があるので、老言同時に明暗差を調整しています。次は、奈良県吉野町の吉野山の桜です。中千本から上千本方向を撮影しています。雨で、 山並みが煙るタイミングで撮影しました。次も同じ吉野山ですが、こちらは下千本の桜沢朝日です。吉野山では下千本から奥千本まで順番に咲いていきますので、結構長い時間楽しむことができます。次は奈良県宇田市の又兵衛くろと天の川です。 ちょうど開花期と天の川の見頃が重なることが多く、近年は夜景も人気のところです。次は奈良県袖村の屏部岩と山桜です。晴れの日も良いのですが、雨で屏部岩が煙る時はとても筆があり美しいです。次は奈良県上北山村の 旧行者管理人の桜です。開花はゴールデンウィークの頃とかなり遅い場所です。雨で雲海が出るタイミングで撮影しています。次は滋賀県高島市の海藻大崎の桜です。朝日の車高に染まる桜がとても美しかったです。少し明るめに言動して、色合いも強調しています。 次は愛知県岩倉市の五条柄ののんぼれ荒いと桜ですここは散り始めで花井方ができる頃が筆があっておすすめです次は岐阜県本津市の薄水桜です夕方急に吹雪いてきたので満開の桜と降雪という貴重な写真が撮れました 次は長野県大間市の中津中湖に咲く桜です。ここはリフレクションが取れるのでとても人気の場所です。次は長野県高山村の水中の白井桜です。夕焼けの空とコラボで撮影しました。次は長野県なぎそ町の妻まご塾の桜です。 宿場町の雰囲気を取り入れ、夕刻、灯籠に明かりが入るタイミングで撮影していますが、灯籠の部分が明るすぎるので、現動時に色合いを調整しています。次は群馬県下仁田町の苗木山の八重桜と筒子つつです。開花が遅い八重桜と筒つ子つとの共演でまとめました。ここでは筒つ子つを主役にして八重桜は脇役になっています。 次は岩手県雫石町の雫石園地の桜とご所です。東北は桜の開花が遅いので、新緑との共演が楽しみます。次は岩手県滝沢市の三角山の桜と岩手山に沈む夕日です。このように桜をシルエットで表現するのも一つの方法です。 次は山形県白鷹町の大の沢桜です。ベニユタカという色の濃い品種で青空にとてもよく映えます。次は福島県日本松市の合戦場の白桜のライトアップです。快晴の日の白母の時間帯に撮影しています。 次は秋田県仙北市の角野建の武家屋敷と白井桜です。雨上がりの早朝に撮影しています。雨で濡れた桜は一層色合いが濃く出るのでとても美しいです。次は青森県弘前市の弘前公園の桜と花いかだです。花いかだは常に風で移動して形を変えるのでちょうどいいタイミングで撮影しています。 最後に桜のアップ写真も数枚ご紹介したいと思います。この写真では色の違う日本の桜とアウドラの共演ですが、あまり影ができないタイミングで撮影して、現像時も少し影の部分を持ち上げて自然な仕上がりを見せています。次の写真は連行の黄色を背景にして、絞りを開けることで前ぼケを生かしてアクセントにしました。 次の写真はカラフな背景をバックに望遠レンズで絞り分けて切り取ってみました。次の写真も色の濃い桜を背景に配して望遠レンズで絞り分けて撮影しています。アップの写真は背景がやはり肝になります。最後の写真は水蓮の葉の周りに流れる花い風を長時間旅行で切り取ったものです。 こういった動きのある表現も面白いと思います。はい、これで私の作品は以上になります。それでは桜写真の悩みを老言動で解決に、応募いただいた方の作品を私なりの方法で言動していきたいと思います。最初の作品はタイトルが春節です。 作者の方によると右側の空にはかなりの桜吹雪が舞っていますがあいにく雲が多く目立ちませんこのような場合どのようにすれば桜吹雪が際立つのか教えてほしいですということですこちらが作者の方が言動された文ですそしてこちらが私が言動した文になりますそれでは初期化して始めたいと思います 最初にプロファイルですが、今はカメラ風景になっています。ホワイトバランスは中高にセットします。レンズ補正のフォローファイルの色収差を除去と、プロファイル補正を使用は常にチェックを入れておきましょう。これは後からしても構いません。 少し暗いので、露光量を上げていきます。色が薄いので、自然なサイドと、サイドも少し上げたいと思います。桜吹雪を際立てたいので、地上をマスクして空のみを濃くしたいと思います。マスクから線形グラデーションを選んで、空の部分を などりますこの赤くなっている部分が効果がかかるところで下の部分はグラデーションになっていてどんどん効果が弱くなります霞の除去を上げて空の青色を濃くします。 ハイライトも下げてハイライト部の解長を出しましょうこれで完成になります比べてみましょうどうでしょうかなお地上部分をマスクすることなく 霞の除去とハイライトの調整をしたものはこちらになります。地上部分がくっきり出ますので、このあたりは好みになるかもしれません。また、HSL の空のブルーの軌道を下げることで、見た光項は出るのですが、HSL はマスク処理ができないので、拡大するとこのように境界のところに縁取りができてしまいます。 こうならないように気をつけましょう。最後に、撮影時ですが、ISO100 で F4500 分の1秒で撮られていますが、被写体振動が浅く、被写体ブレもありますので、感度を上げてもう少し絞り込んで、シャッタースピードも上げて撮るとさらに良くなったと思います。次の作品は、タイトルが優しく咲く桜です。 作者の方によるとピンクを強調して明るめの質で優しい雰囲気に仕上げたいということです。こちらが作者の方が現動された文になります。こちらが私が現動した文になります。それでは初期化して始めたいと思います。最初にプロファイルですがカメラ表示になっています。 レンズ補正のプロファイルの色収差を除去とプロファイル補正を使用は常にチェックを入れておきたいところですが今回は自動検出はできなかったみたいです露出がかないくらいので最初に露光量を上げますハイライトを下げてハイライト部の階調を出しましょう 色温度と色かぶりを調整して桜の色合いをピンク色にします。 明瞭度を下げて少し柔らかい雰囲気にします色が薄いのでサイドと自然なサイ後の度も少し上げてみます拡大するとよくわかるのですがこのように 境界線にフリンジと呼ばれる色かぶりが出ているので HSL を使って目立たないようにしたいと思います HSL でパープルのサイドを下げますこの写真の場合,場合 パープルのサイドを下げることで影響される部分はありませんが他の部分の色が影響を受ける場合は違う方法をとる必要があります作者の方がトリミングをされていたので同じようにトリミングしてみます切り抜きツールを選んで比率を確認します このように元画像にチェックが入っている場合元画像と同じ比率で切り抜かれますこんな感じでしょうか完了またはエンターを押すと切り抜かれますこれでひとまず完成ですが 効果を使い周辺をぼかしてみたいと思います。適量量を調整します。中心点や丸みぼかしを使い。調整することでいろいろ変えることができます。今回は中心点のみ動かしてみます。 これで完成になります比べてみましょういかがでしょうか次の作品はタイトルが花火絵です作者の方によると背景にすると明瞭度が下がり逆に枝が濃く出るのは煩わしいので難しいということです こちらが作者の方が現像された分で、こちらが私が現像した分になります。それでは初期化して始めたいと思います。最初にプロファイルですが、カメラ表示になっています。 レンズ補正は同じようにチェックを入れておきます。色温度は中高にしてみます。露出が暗いので露光量を上げます。 ハイライトを下げて、明るい部分の階調を出しましょう。トーンカーブを使って、中間部分の明るさを少し上げてみます。 作者の方がトリミングをされていたので、同じようにトリミングをしてみます。角度が10度ということなので合わせてみます。 センターまたは完了で切り抜かれます枝の部分が気になるということでしたので少しぼかしてみたいと思いますマスクツールで円形グラデーションを選び枝の部分を選択します そして霞の除去を調整して、霞を加えることでぼかしてみますこんな感じでしょうかこれでひとまず完成ですが、効果を使い周辺をぼかしてみたいと思います 適用量を調整します中心点丸みぼかしなどを調整することでいろいろ変えることができますが今回は丸みのみをぼかしてみますこれで完成になります比べてみましょうかどうでしょうか 次の作品はタイトルがハローの共演です。作者の方によると、完全な循行であり立体感に欠ける気がする。桜を主役に菜の花を脇役にさせるような現像処理についてアドバイスをいただきたいということです。こちらが作者の方が現像された文で、こちらが私が現像した文になります。 それでは初期化して始めたいと思います。最初にプロファイルですが、カメラ表示になっています。レンズ補正は同じようにチェックを入れておきますが、今回は内蔵のレンズプロファイルを使用しましたになりました。色温度は中高にセットしておきます。 露出が暗いので、露光量は上げたいと思います。シャドウが潰れているので、黒レベルも上げたいと思います。色が薄いので、サイドと自然なサイドも少し上げてみます。 ゾーン下部で中間部の明るさを少し落とします次に色下部補正を利用して桜と青空の部分の色合いを少し混ぜたように書いてみます 菜の花部分が明るく主役の桜より目立ちますのでマスクで線形グラデーションを使い菜の花部分の明るさを少し落とします。 これで完成になります。比べてみましょう。循行に近い光線ですが、特に立体感に欠ける感じはありませんので、光線に関して作詞的な処整は必要ないと思います。なお、HSL で軌道を落とすことで青空を濃くすることはできますが、菜の花と空の部分に縁取りができてしまいます。この場合は不自然になるので、 お勧めはしません。こんな感じになります。最後に撮影時ですが、結構観光客が目指しますので、人の少ないタイミングで菜の花で人を隠すようにして撮るとさらに良くなったと思います。次の作品はタイトルが 八幡山へと続く鳥居です作者の方によると花の色をどうすればいいのか実際の白色が良いか淡いピンク色にした方が良いのかと悩まれていますこちらが作者の方が原動された文ですこちらが私が原動した文になりますそれでは初期化して始めたいと思います 最初にプロファイルですが、カメラナチュラルになっていますが、アドビ風景に変えたいと思います。レンズ補正は同じようにチェックを入れておきます。今回は内蔵のレンズプロファイルを適用しましたになりました。ホワイトバランスは中高にセットします。露出が暗いので、 旅行量を上げますハイライト部の会長を出したいのでハイライトを下げてみますシャドウが潰れていますので黒レベルを上げます まだ色が薄いので、サイドと自然なサイドも少し上げてみます青ドラの色合いを調整するため、HSL を使い、ブルーとアクアの色相と輝度を調整します こんな感じでしょうかまだ全体的にカラーバランスが悪いのでカラーグレーディングを使って直感的に調整したいと思います。 最後にマスクで線形グラデーションを使い、下側部分を少し明るくします。 これで完成になります。比べてみましょう。どんな感じでしょうか。次の作品は、タイトルが美の共演です。作者の方によると、作品名は 実物とリフレクションの美の共演という意味と、自然の桜と人工的な天井の作りの美しさの共演という意味があるそうです。桜と木材の色に違和感がないように注意しましたが、桜の花の色がどうしてもいい感じにならないと悩まれています。こちらが作者の方が言動された文で、こちらが私が言動した文になります。それでは初期化して始めたいと思,思います。 最初にプロファイルですがカメラビビットになっていますがこちらをアドビ風景に変えたいと思いますレンズ補正は同じようにチェックを入れておきます今回は内蔵のレンズプロファイルを適用しましたになりました色温度はとりあえずは自動にしておきます 露出が怖いので、露光量を上げます。ハイライトの階調を出したいので、ハイライトを調整します。シャドウが潰れていますので、シャドウを調整します。 シャドウが潰れていますので黒いレベルも少し上げてみますトーンカーブを使い中間調の明るさを上げたいと思います 色温度の微調整をしたいと思いますこんな感じでしょうか明瞭度を上げてシャープ感を強くしたいと思います全体的に傾きがあるので 切り抜きツールを使い、傾きを補正したいと思います。これで完成になります。 比べてみましょういかがでしょうかはいこれで皆様がいただいた言動はここまでになりますロー言動はなんとなく難しいライトルームは機能が豊富すぎて使いこなせないという方が多いことと思いますので 今回は、できる限りシンプルに現像してみましたが、参考になりましたでしょうか。本日はご視聴ありがとうございました。